スピンに見えない？スピンなんですか？それが。今日は嫌かな。最後だったらいいよ。今とかなんか決めてない時にやられると絶対やだ。絶対ブス。か最後スクショタイムするね。あ、もうみんな早速ギフトありがとう。ラブイチゴさんだな。サラブイチゴちゃん、ナハハンさん、ヌノさん、チットさん、ダイモローラーキャップさん、ハーマンさん、ありがとう。一番最初ぐらいに投げてくれた人。下までスクロールができないんだよな、これ。キャプテンアクアさん、ありがとう。K のレッスンはいい感じです。今日はなんか先生がいなくて自分たちで振りとか確認してやった。あ、のぶさんいつもありがとう、ギフト。私さ、定型文変えようかな。今日は12時までやります。お付き合いください。カンブリさん、 i48486dx さん、ヨッチさん、ギフトありがとう。クラさん、ありがとう。定型文何にしようかな。何がいいですか、定型。こっちの携帯で変えられるかな。ひだやかわいい定型文。なんか今日骨張ってない？顔がなんかすっきりしてるけど、すっきりしすぎてる。ひだやっほひだやっほにしようかな。ヤッホー。え、3つまで変えられるって、3つ定型文ができるってこと？定型文ってどこでやんの？
こで買えんの？どこで買えるの？頑張りと。ジョンさん、キャプテンアクアさん、ありがとう、ギフト。デサイバハートさん、ありがとう。なんかやっぱ痩せたねって言われる。痩せた？今日ね、顔がめっちゃスッキリしてる。なんか自分でもびっくりした、配信見て。でも今日はいっぱい食べた。さっきね、蒙古タンメン食べて、唐揚げ食べて、今日も弁当もいっぱい食べた。昨日ね、疲れて寝ちゃったんかな。蒙古タンメン美味しかったよ。待って、定型文変えるとこどこにあるの？メニュー、配信管理、ありがとう。プリンさん、ハッシーさん、ありがとう、ギフト。今日インスタ更新しようかな。
どんな写真かな。ちょっとまず定型文を書いたい。ライブを予定じゃなくて配信管理っていうとこ。配信ルームか。定型文。ひだやほ。これさ、3つ登録したらさ、みんな3つ使えるの？1個だけなの？ちょっと今ひだやっほ定型文してみた。みんなできるかやってみて。すごい、ひだやっほーって。すごいってきた。今日はこみさんと配信したんだけど、みんな見れたかな？見れましたか？休みだったの？いつやったっけな。2時半頃かな。あやちゃん、ギフトありがとう。こみさんの TikTok にたくさん映ってた。ちょっと見てみます。こみさんの TikTok に映ってるらしい。ひろかんどりさん、ギフトありがとう。
TikTok 更新しようかな。今日ギフト初めて送りましたね。え、嬉しい。あやちゃん、お小遣いで送ってくれたのかな。ありがとう。え、ほんとだ、コミさん、コミさん乗ってる、私乗ってる、ここへ。コミさんも嬉しい。本当だ、めっちゃ映ってる。え、すごいね。これこの間の公演の時コミさん撮ってました。あとこの夜のタクシーの中の帰宅 SNS タイムっていうやつ、私が一緒にタクシー乗ってた。コメントしよう。たくさん映ってて嬉しいですってコメントしちゃった。もう一回見ちゃう。走り込みは草。え、走り込みするんだよ、本当に。結構辛いな。映ってくれてるコミさんの TikTok に私が映ってて嬉しい。あ、みんな嬉しい。ヒダイヤッホーって使ってくれてます。ピータさん、ヒロカンブリさん、ありがとう。ゲート、
すごい。私も TikTok 撮ったやつ更新しようかな。この間ね、昨日撮った。これ載せよう。よし、まだ12時過ぎてない。タートルネニットってやん。タートルニ、タートルネック？タートルニットじゃない、タートルネック。タートルネック？ ネック。タートルネックなんだ。ニットでも？タートルネック。載せます。投稿した。
投稿しました。あれ、まだ投稿されてないのかな。まだみんなが、あれ、まだ反映されてないって。来たかな。あれ？え？まだだ。え？なんか遅いんだけど今日。2分前に投稿してんだけどな。え、こんないつも時間かかんないよ。見れました？やっぱ遅かったのかな？あ、来た来た。みんないいね押して。みんなのコメントを見てます。ありがとう。ハッシュタグつけなかった。
私は何を飲んでるでしょう。フルーティー、おしい、おしい。でもフルーツです。赤いフルーツ。いちごじゃない。正解、アセロラ。アセロラに炭酸入れてる。アップルティーもあるけど、アップルティー、レモンティー、私ジュースが大好きだから。え、達成した？第一クリア達成しました。美容グッズ第1話もらえます。でもあと6日が1週間くらいあるから、次のを目指したい。いつも1つはクリアできるんだけどね。私はちょっと2時間くらいやりたいな。服キャンペーン、服キャンペーン。1月って服キャンペーン多くない？
っていうのが、ホワイトニングをしたんだけど、昨日。てかさ、ホワイトニングしたんだけど、昨日歯が痛いって言ってたじゃん。え、もう夜寝るまで痛すぎて、なんか知覚過敏みたいな痛さでずっと続いてたの。ズキズキみたいな、染みる感じが。でもそれは、そのホワイトニングすると痛くなるっていうやつで、説明はあったんだけど、で、次の日になれば治るって言ってたんだけど、ちょっと痛くて、今日は治ったんだけどね、夜寝るときは痛くて、でもどうしようみたいな、知覚過敏みたいな感じの痛さだったから、あったかいもの飲めばいいのかなと思って、スープを飲んだの。もう良くなんなくて、お風呂入ってすぐ寝ました。かっちゃん、大将さん、ポンプッチさん、ワイマツさん、ハブさん、ありがとう。あやちゃん、ありがとう。今は全然痛くないです。私は歯並びが結構いいって言われるから、歯を大事にしていきたいなって思って 最近時間があったからホワイトニングしました。ちょっと歯が黄色っぽくなってきたなって思ったから。そっか、コーヒーとか飲んじゃいけないんだよね、あんまり。紅茶とかも良くない。多分水が一番いいんだと思うけど。え、今さ、ふくふくキャンペーンのさ、視聴者ランキングで見てたらさ、どっかで見覚えのある、何アイコンだなと思ったら、私のファンの方でギフトをいっぱい投げてくれる。ヒロカンブリさんが7位にいる。ありがとう、カンベリさん。嬉しい。視聴者ランキング見ると、います、7位に。すごい、7位だよ、全員の中で。さすがです。このキャンペーンは日曜日まで。今月ってさ、何日まであんだろう。あ、31日だ。ありがとう。影の実力者、影の実 その言い方は違うんじゃないかな 影でも何でもないです。ちゃんと私のファンの、温かいファンの方だから、影っていうのは違うと思います で、コンサートまであと10日。
STU のファンが強いということ？これは福キャンペーンの私グッズがよく分かってない。何ポイントで何のグッズがもらえるのか分かってない。何でしょうか。あ、これかな。あー、20万、30万、50万で分かれてるらしい。20万はフレグランスハンドクリーム。やばい、明日めっちゃさレッスン長いんだけど、やばいてかさ3公演もあって覚えきれるか不安なんだけど。今日はトムさんとかコミさんとアミさんとかと楽屋でずっと話してました。朝はそんな早くなかった気がするな。のぶさん、ピータさん、ギフトありがとう。頑張る。コンサート楽しみですね。でも無事に開催できることを願うよ。 K の今日は K のレッスンだった。てかみんなさ、モバメン撮ってくれてんのかな。ハハさん、ありがとう。この目の目薬の差し方ほんとやめたいでも多分一生やめられない。撮ってるよ、嬉しい撮ってないなんて言うわけないね。じゃあみんなに問題私のメールを撮ってる人しかわからない問題だぞ。ダメだよ、みんなメール見返しちゃダメだよ。メール見返したらダメだよ。どういう問題にしようかな。今日の写真はどんな写真でしょうか。今日メール1通しか送れなかったんだけど
どんな写真だったでしょうか。タートルニット、白ニット、正解。すごい、昨日のスクショみんないっぱい載せてくれてて嬉しい。ありがとう。あと抱きしめられたらのツイートが1000いってる。あ、TikTok も。コメント来てるかな、いっぱい。来てますね。いいねしよう。これをね、インスタに載せてみる。いいねとコメントしました。嬉しい。連携させるの大事だよ。今日合間時間がめっちゃあったから、レッスンのちょっとお買いあのぶらりしたんですけど、買わなかったんだけど、めっちゃ可愛いお洋服を見つけた。でもなんか何か頑張ったらにしようと思った。コスプレはいつかな、バレンタイン。ああ、バレンタインいいね。コスプレ何個か届いたから、バレンタインはやろう。自分へのご褒美。でも自分へのご褒美はコスメがいいなって思ってて、なんかやっぱお買い物してると欲しいものがいっぱいになっちゃうよね。
代理にコメントしちゃった。お代理のツイッターにコメントしちゃった。可愛くて。お代理の明るい髪大好きなんだよね。なんかエッチすごく。なんかあとお代理の新しい部分を見れた気がする。わかるかな。黒い髪のお代理も好きなんだけど、明るいとなんだか、しかも抱きしめられたら一緒にやったからかわからないけど、エッチに見える時がある。すごいエチエチって感じですね。お代理とそういう曲をいっぱいやりたいなって思った。抱きしめられたらをやってから。で、自分で出て恥ずかしくなって顔赤くなっちゃったの分かる。お代理がいちいちとか言ったらなんか恥ずかしくて顔赤くなっちゃった。エリちゃん、公演の時の感じ。ね、可愛かったよね、お題。なんか何をしようとしたって。あ、そうだ。これを。これさ、SNS 頑張ろう。私はいつも気まぐれ投稿になりがちだからね。ちょっと頑張んなきゃ。多分推しはファンに似る？ファンは推しに似るっていうかな。みんなもう SNS オンチでしょ？おじさん方。おじさま方。私と似てるとこあるでしょ。だから一緒に頑張っていこうね。SNS。
佐々木雄さんギフトありがとう。マイペースなので。ね、ファンの方はね、マイペースの方多そう。多いと思う。もう覚えはが悪くて大丈夫、私も。みんなのことを覚えるスピードは速いけど、その他は遅いです。でもファンの人を覚えるのは本当に得意。じゃない？言わせてないよね。あやちゃんと一緒で時間厳守です。喧嘩売ってる、もう意地悪みんな。時間厳守ですよ、そりゃ時間は大事ですからね。もう時間、もうショールーム遅れたこと一回もない。嘘。ショールーム、逆に時間通りに始まったことがないです。ないのです。あるあるだよ。本当にのんきだからさ、どうしようか。更新する。インスタに貼り付けてますか？貼り付けてます。今インスタ開いたら私が今日見てた服が出てきた。え、超可愛かったの。本当に春の服って感じです。たまには時間前に配信してみたら。そしたら、いっぱい褒めてくれる？みんな。いっぱい褒めてくれる？あやかちゃんのお洋服の系統可愛くて好きです。系統。でもなんかいつもさ、ちょっと大人っぽいお姉さん系じゃない？ちょっと系統を、なんかそれも着るんだけど、違う系統にもチャレンジしてみたいな。ココディールやっぱり可愛いな。最近七瀬もココディールにハマってるらしくて、七瀬が「ココディール可愛いね」って言ってきて「ココディール、ココディール」お洋服のブランドなんですけど、「ココディール可愛い、ココんココディールってなんだっけ？」と思って「いや、ココディール」って言ったら「ああ」って言って七瀬。ここでいるって言ってたらしい。でも七瀬もここでいるのお洋服を買ったらしくて、なんか嬉しかった。最近はエイトだと七瀬と一緒にいることが多いかな。なんか一緒になる時が多いし、七瀬この
もう一でメンバーが来たのはこの間七瀬が来ました。七瀬が初めて来たかも。たまった。そう、年女。何話すの？何せって何でも話すけどな。そう、第1号ですよ、七瀬がここのお家に来た。ポンポコ？ 大丈夫、私はポンポコ入ってないから。全然ポンポコじゃないし、ポンポコじゃないですよ、私は。コラボ配信したい。なんか七瀬のファンの方が虎のコスプレを2着送ってきた。ダイエットやってねって送ってくれたみたいで、やろうって言われたんだった。2人でずっと笑ってそう。え、ずっと笑ってるな。 レッスン中とかも笑ってるかも。 ずっと待ってんだけど、やるね。もう最近さ、レッスンが多くすぎてさ、神経がそっちまでいかないんだよね。でもやります。みんなは楽しみにしてくれるもんね。虎のビキニ。 やばすぎ。何年か前のヒダヤの生誕配信のアフタートークのヒダヤと七瀬、めちゃくちゃ怖いこと。え？ 私が覚えてないんだけど。七瀬との時間ありすぎてさ、七瀬に連絡返してない。七瀬さ、レスがめっちゃ早いのね。私は溜めちゃうタイプだからさ、七瀬からめっちゃ追い連絡がめっちゃ来るのよ。私、誰かとなんかずっと一緒みたいなのがあんまなくて、誰と一番仲いいのとか言われても、なんか、そうそうそう、この人とかさ、そういうのはないのよ、一番とか。基本なんか自分のことで精一杯すぎて、日常生活、レッスンとか。そう、男性とはね、めっちゃ仲良しです。気が合う。 ずっと笑ってる。
あ、リンリンも、リンリンはお姉ちゃんって感じ。誰？京子さんって誰？ドボンタイムあります。45分からしようかなって思ってた。なんかその前にちょっとインスタ投稿したいなと思って、昨日の写真。乗せます。乗せ 七瀬、レス早すぎる。インスタ更新します。思った時にやらないと私さ、すぐさ後回しにしちゃうから。インスタ待機。ドモンタイムの時間が。私が撮った中で一番漏れてるなっていう写真を投稿するから、みんながちょっと漏れてるか判断してほしい。投稿してみた。 あ、やばい。まずコメント何も載せずに。
今ね、ハッシュタグを急いでつけた。乗せた。乗せたぞ。ありがとう、みんなもうこんなにコメントしてくれて。後で案内します。じゃあみんなが待ちに待ったドボンタイム。じゃあ51分ぴったりからするね。あやちゃんギフトありがとう。あいまつさん、ひろかんぶりさんありがとう。プリンさんありがとう。ヒロカンブリさんと当たった。ヒロカンブリさん、コジアスさん、セッキーさんありがとう。見てるかわかんないけど、え、ヒロカンブリさん久々じゃない？当たんの。これさ、ドボンってみんな音出してんのかな。あ、出してんの？じゃあ私も出すね。私、え、ちょちょちょ、あのメンバー？メンバーがさ、やってる時さ、メンバーみんな出してる音。ザラのサイズは大きいから XS にしたかったけど S までしかなかった。あ、でもね、ぴったりで、ね、S でめっちゃぴったりだった。ありがとう。あのニット。ファンの方がプレゼントしてくれた、キャプテンアクアさんがありがとう。たくさん着るね。その他にもいっぱいプレゼントを、お洋服もらったから、ああいう感じで出しますね。みんなからいただいたの。出してるよ。あ、他のルーム見てない。もういいよ、そういう嘘はいいよ。やった、当たった、ありがとう。お昼頑張りでね。じゃあ次は53分40秒からします。ファンの方が丁寧にね、時間を書いてくれるんだよ。40秒とかね、間に合うかな、みんな。やった、当たった。ね、私ちょっと遅いかな。ちょっと遅れたんだよ、実は。ちょっと遅れたんですけどね。お、え、やばい。やばい、みんな。やばい。
全員ひだ推しなんだけど、ノブさん、ピアノマンさん、ひだママ神推しがいるんですけど、どうした？ひだママ神推しがいるよ。どうした？どうしよう。ひだママ神推しがいた。ひだやの神推し店って何？めっちゃドボンやってくれてるってこと？ヒロカンバリさんもさっきの、ピアノマンさんも。神推し店って何？頑張れたな。適当にスタンプをしてます。また当たんなかったね。上取っちゃあんま当たんないよね。あんま当たんないよねとかでここで言っちゃう。ね、当たったことないね。全員左押しだっていう。対戦ありがとう。え、めっちゃ左押し。え、嬉しい。ファンのみんなやってくれてんの嬉しい。あやちゃん当たったことないよね。当たりたいな。でもあと4分しか。じゃあランキング読みながらちょっとさ、あのやるでもいい？行儀悪いけど。負けました。のぶさんおめでとう。みんな対戦ありがとう。じゃあ次は30秒からします。56分。みんな間に合うかな。サクサクっと。まだ読まなくていいか。30秒からね。58分になったら読みます。ねえ、すごい。全員ひだわ用紙。今日やばい。フィーバーかも。しかも、上とっち当たってるよ。上とっち当たってるよ。ナハハンさん。ナハハンさんはいつも当たるね。上とっち。アキラさん、ありがとう。アキラさん、左と前が神推しなのに、写真がカレンちゃんになってるぞ。お？フィーバーって古い。私結構古いから。あ、ドボンされた。アキラさんにドボンされました。じゃあ次は58分ぴったりからします。最後になっちゃうかな。58分ぴったりからするね。と同時に読みますね。1位ヒロカンブリさん、2位ノブさん、3位ピータさん、4位ナハハンさん、5位ハッシーさん、6位キャプテンアクアさん、7位ラブイチゴちゃん、8位 NUN ヌーノさん。ちょっと待ってね、押します。ヌーノさん。9位ワイマツさん、10位プリンさん、11位ピアノマンさん、12位カッチャン、13位ヨッチさんです。お、やばい。ひだまま神推しさん、ピアノマンさん、2回目だ。ラブいちごちゃん、ありがとう。やばい、めっちゃひだや推し。すごい。それだけ私のファンの方が一緒にやってくれてるってこと？嬉しい。ちょっとじゃあ最後音ありにしてみよう。本当にひだややってんのかって言われてしまうから。悔しい。待って。
バーストラブイチゴちゃんがバーストしちゃいました。フィーバーだ、やっぱりフィーバーだ。今日はね、ヒダーヤフィーバーでした。だからフィーバー古いから、古いって言われちゃうから。私結構古い用語使うから。いやー、嬉しかった。みんなありがとう。今日は2時間半くらいやったかな。明日もそのぐらいできたら嬉しいなって思います。ギフトもありがとう。またね。明日もやります。あ、スクショスクショ